表式でジャイアント馬場のミステリアスパートナーが木村と発表されますと、どっというどよめきが起こりました。そして今より大きな歓声に包まれまして、ジャイアント馬場、そうですね、まだキャリアがね6年ぐらいですから。さあそして木村を、おっと片手で持ち上げてボディースラム、中のクラッシャーブラックウェルを思い出しますね。そうですね、クラッシャーブラックウェルの手をなんと伸ばした感じですね。しかしこう体格を見るとバランスは取れてますね。非常にいいですね、はい、動きがいいですからね。力こぶが入りました。ジャイアントババ、さあジャイアントババもすごい助走で四つに組みました。さあもう一度か、これが3度目、今度は水平打ち16球